なんとこの岡山駅前商店街の中にもかき小屋ができているということでやってきておりますが、じゃあいらっしゃいませ。ここのお店ですけども、はい、いつオープンしたんですか？先月の2月からオープンしています。2月オープンってまだ本当にできたてほやほやという感じでございますけど、はい、こちらのお店の、まあ、コンセプトといいますか、ね、どんな感じのかき小屋なんですか？まずでは西山系の、サント水産のご協力していただいて3年牡蠣をうちでは、提供してまして、それと小島の三冠酒造さんお酒を仕入れて牡蠣と日本酒のコラボレーションで今営業している形になります。この牡蠣はここまで、まあ、これ今、ね、岡山市中心部ですけど、どんな風にされてるんですか？普段の定番の1年牡蠣とは違って3年間海の中で育っていまして、そのため1年牡蠣と比べて粒が大きくて味も濃厚なのが一番の特徴かなと思います。その牡蠣をここまで、どんな風に仕入れてるかあるんですか？私はサント水産の方にご協力していただいて、毎朝海の中から、引き上げたものをこの昼間の営業前に、サント水産さんが持ってきていただいて今うちで提供しているという形です。システムは、どんな風になってますか？一応こちら書いてあるんですが、まず1キロ1200円で販売してまして、最初に1キロ単位でお客様で量を選んでいただいて、お席でロースターを使ってお好きな調味料でいただくので、あとこちら焼き話題ってことで、調味料や軍手、箸など全て皆さん調味料使い放題ですので1人500円ほど他にいただいてまして、こちらであと日本酒はもちろんですし、生ビールやハイボール、レモンチューハイ、あとノンアルコールやまあコーラといった飲み物と、あとフードですと牡蠣以外におでんや漁師のまかないセットといったお米と牡蠣のお味噌汁と漬物をつけたようなフードメニューが取り揃っています、ね、おー、結構じゃあサイドメニュー、そうです、充実しているということですね、はい、そうですね、はい、それじゃあゲルも行ってみましょう。そうですね、行ってみましょう、ね、じゃあまあひとまず、まあ、基本的な牡蠣を、はい、1キロ1キロ1キロだったら大体牡蠣何個ぐらいとかあるんですか？約10粒前後に、ね、10粒ある、はい、じゃあひとまずね1キロで、そうですね、行ってみましょうか。お願いします、はい、じゃあちょっとよろしくお願いします。はい、お願いします。簡単に説明させていただきますね、はいはい、一応ご存知かもしれないんですが、牡蠣向きございまして、この膨らんでる側っていうのが、下側になりますので、この膨らんでる側を下にしていただいて、こちらで蓋をして4、5分火を入れてから、うん、そちらのナイフや調味料を使って召し上がってください、うん、はい、結構ほんましっかりした、はい、待ちます面白いですね、こうあのお店によってですね、ちょっとずつ焼き方とか、そうですね、違うという、そうですね、スタイルがまた違いますね、ね、スタイル違いますね、うん、はい、カチ言うだけど、ちょっとあげるの、はい、おお、まだ、そうですね、あ、開いてるのもありますから、もうちょっとですね、はい、白くなってくるから、おお、わあ、いい芽が出てきて、いい磯の香りしてますね、やはりね、ほんとひととき駅前って忘れますね、これ見てですね、まあ、なんかこの感じが本当に何ていうんですかね、なんかそういう海の近い場所に来たかのような雰囲気になりますね。そうそうね、そうね、おっと来た、おっと来た、これもしかして蓋した方がいい感じなのかもしれないですねバチッと弾きました、はい、やっぱ蓋した方がいいかもしれない、そうですねあー、いい音、
開いた開いた。これ多分開いたな。よし。多分もういいですよ。いい感じですか。いいです。開けますねじゃあね。はい。よいしょ。おお。うお。勢いがありますね。元気いっぱいでございます。じゃあ行きましょう。はい。あ、すごい匂いが。あ、つつ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 。ありました。こんにちは。いただきます。なりますけど、ね。はい。お願いします。うん。うん。うわ、これ本当。味の濃いところにこの三寒四郎さん。日本酒です。ああ、本当にいい香り、フルーティーな香りがちょっとだけ。わお。幸せいっぱいです。あぶねー。カキの濃厚な旨味をちょっとこう爽やかな、フルーティーな香りと旨味を日本酒で喉に流し込む。贅沢です。うわぁ、おぉ、殻が開いて中から皮がふーっと見えますね。いいですね。いくんじゃないかな。いいですね、はい、うん、多分ね。じゃあ行ってみましょうか。はい、はい、出しといてる。いっぱい入ったこの牡蠣のエビスはうまい。ちょうどいい塩加減。やばいよ。もう身の中からね、エビスがジュワーッと口の中に広がりました。ありがとうございます。なかなか蒸し上げの牡蠣ってそんな出回らないんでね。中でいただけると本当に、ありがたいお店でございますので、ぜひとも皆さんお越しください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。